皆さんこんこにちは本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう羽田空港に着いたのは12人だった一般乗客が降りると彼らは整列させられた軽装でキャップやパーカーのフードをかぶり マスクをつけた容疑30人近くの捜査員が挟むように立つ。12人もの容疑者が列をなして連行される姿は前代未聞だ。5月24日、タイのパタヤを活動の拠点として、振り込め詐欺グループのメンバー15人が日本に移送された。警視庁は、機内で逮捕状を関連記事、現役詐欺グループが明かす、年金、流出名簿の使い道、逮捕されたのは日本に、 詐欺の電話をかける、かけ子と見られる、リーダー格と見られる、成田空港に移送された。被害総額は2億円超とも、成田の3人を含む、逮捕された15人は、いずれも、住所不定、職業不詳の22歳から54歳、犯罪ジャーナリストの小川太平氏が解説する。被害者は、日本国内にいるが、インターネット電話を無料でかけられ、 しかも捜査権が及ばないために、海外から電話する方が、かけ子にとって安心感がある。さらに、パタヤといえば有名なリゾート地で、外国人がいても、何らだ違和感がない。1ヶ月に3万円あれば。10人でゲストハウスに住めて、日本で拠点を構えるより安く上がる逮捕者には、借金返済のためグループに加わった者も,もいた。 こうしたグループ、東南アジアの各リゾート地に潜んでいる。週刊フラッシュ2019年6月11日号。